はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうきチャンネルです。本日10回記念、日本の定石を紹介させていただきます。このシリーズ今回は庄守立て、と呼ばれます、お城、お城という名前はついてないんですけども、庄守立て、別名元三戸城なんですね。なので、お城と呼称されています。別名がね、お城とちゃんとこう付けられているということで、元三戸城と庄守立てのことをですね、日本の定石とこう考えていらっしゃる方が非常に多いと。といっても、三戸城がね、結構最近というかですね、本当に最近なんですね。ただ、もともとはね、庄守館が先にできた後に、庄守館が燃えてしまったがゆえに、新しい三戸城をこう作ることになったということなんですね。ではこの元三戸城、城の造りは平城ということで天守閣はないそうです。作られたのが大体14世紀半ばあたりなんじゃないかと言われています。作った方は三戸南部氏と言われていますが、誰が作ったのかがちょっとよくわからなくて、一応南部信義というか南部信長という方が言われております。で、このお城が亡くなった日付とか年に関しましては全く分かっていませんが、火災によって亡くなってしまったというのがこれは間違いないということでございます。で、これいつね、起きてしまったのかについても詳しくはね、分かってはいないんですが、とある書物があるんですけども、この書物というのがね、郵政式と呼ばれるものですね。この郵政式によりますと、南部春政、前回ねちょこっと出てきましたけど、南部春政が、家臣赤沼備中の西条を城中に引き入れたため、備中は春政を恨んでいたと。で、なので知行についても家老奥瀬安芸を恨んでいたなどとして放火し、奥瀬安芸へを切って逃げたと言われておりまして、この頃に庄守館がこう燃え尽きてしまったというふうにこう言われています。形は本当に平城の形で、ぬかべの五箇城の一つですね。前回紹介した三戸城の北に 4km 行った先で、次回、紹介する平ヶ崎城、平ヶ崎建てというところがあるんですけども、この平ヶ崎建ての、大体、2西方 700m 地点の、庄守寺集落、南西丘陵に位置し、建跡の東北側幅 20m の空堀で背後丘陵から切断され、西南側飛行差20メートル以上の丘壁で囲まれているそうです。平ヶ崎城は正庁、庄守館は巨漢であったというふうにこう言われているということです。政治の中心が平ヶ崎城で、住んでいたのは庄守寺館ということで、ここを区別しておくというところなんですね。で、庄守寺館が放火によってなくなってしまったので、新しく三戸城がこうできたと。これ新な三戸城とかね、言われてはいるんですけども、今は三戸城としてこう統一されています。ただ三戸城に関しましては本当の別名は龍ヶ崎城ということになっております。本当に混同してしまいがちだということで、三戸城のことを龍ヶ崎城、そしてこちら庄守寺館がね、本三戸城ということなので、こちらは庄守立て、そして、もう一つは平ヶ崎城ということで、この3つをねしっかりこう区別させていただければと思います。庄守寺館はもともと三戸城というふうに呼ばれてはいたんですけども、南部家の母邸寺でもある庄守寺がそばにあり、庄守寺館と呼ばれるようになりました。三戸南部氏11代信長から24代春政までのおよそ200年間居城していましたが、天文8年6月、家臣が赤沼備中の放火により炎上焼失してしまいますということで、先ほど紹介した通りですね。で、その後三戸城、龍ヶ崎城、築城とともに本三戸城と呼ばれるようになります。平成16年9月30日、庄守寺館跡として、庄守寺館跡本体のほかに、南部市母体寺のある三光寺地区、氏神である、本三戸、八幡宮地区の3地区が国の史跡を指定されています。発掘調査の結果、庄守寺館跡の本体には、開発による破壊がですね、ほとんどなく、中世の状態が良好に保存されており、建設された以降は、掘り立て中、建物跡が 4棟、そして縦穴け、建造物が38棟、そして堀の跡があったというふうに言われております。
で、一応青森県ではね、堀越城のように、まあね、お城をこう新しくこう再現するというこう働きが出ててるんですけども、ちょっと所持時間はちょっと厳しいところはあるかなと思います。ということでね、今回は三戸城について、まあ紹介させていただきました。ということでね、次回は、先ほど言った通り、平ヶ崎城、そしてその後はね、青森県八戸市にあるですね、二つのお城をですね、こう、順々にこう見ていくんですけども、八戸市にはね、八戸城と、あとですね、もう一つあるんですね。あまりちょっとね、知られてはいないと思うんですけども、根城というものが、実はあります。この根城についても、その次回、根城を、次回は平ヶ崎城、その次が根城という形で今度紹介させていただきます。はい、というわけでね、こっち最後までこう皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。当チャンネルではですね、今年中に、頑張って100人登録者目指しておりますが、ちょっとね、なかなか厳しいというところもあるかもしれませんね。もし、100人登録がちょっと難しかったとしてもね、まあ、まだこれから伸びていくきっかけとなる、まあ、チャンネルの一つだと思いますのでね。まあ、今のうちに、まあ、チャンネル登録をね、してくださいますと、初期登録者としてね、まあ、今後ね、まあ、後から登録してくださった方とかとすれば、まあ、先輩としてね、まあ、親しまれるね、まあ、一つとしてね、まあ、捉えられていただければと思います。もしチャンネルが、このチャンネルがいいなと思っていただけた方は、チャンネル登録、高評価のボタンをよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。